条約は国際法上1945年より未解決であったドイツ・ポーランド国境問題を最終的に確定した条約である。条約は1990年11月14日、ドイツ外相ハンス・ディートリ・ヒゲンシャーとポーランド外相クシシトフスクビシェフスキにより署名された。同年11月26日にポーランド議会で91年12月16日に ドイツ連邦議会でそれぞれ批准され1992年1月16日の批准書交換をもって発行した。条約の正式名称は1990年11月14日のドイツ連邦共和国とポーランド共和国との間の両国間に現存する国境の確認に関する条約。ドイツ語名ではナミ、ポーランド語名ではドクの順になる。 ドイツ・ポーランド間のオーデルナイセ戦第二次世界大戦の連合諸国は1945年のポツダム協定において後の平和的解決によるポーランド西部国境の最終的確定までドイツ・ソ連占領区とポーランドとの境界線をオーデルナイセ戦と定めた1950年ドイツ民主共和国とポーランド人民共和国の間で結ばれたズゴジェ条約は この国境線を最終的なものとして確認した。しかし、自国をドイツ来日の唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、ポーランドドイツ国境の最終的確定は、将来の統一ドイツによってのみ受け入れられると主張した。西ドイツは、現実的な目的のために、1970年のワルシャワ条約において、 オーデルナイセセンを受け入れたにもかかわらず、将来の平和条約のみがこの問題を正式に解決するものとする事実上の法的留保を残した。1990年のドイツ再統一に際し、連合諸国はドイツ最終規定条約の第1条、第2項に明記したように、オーデルナイセセセンの最終的承認をもって、暫定的にドイツに完全な主権を与えた。 オーデルナイス戦を国際法上の国境戦として承認するドイツ・ポーランドによる条約の署名は1990年10月3日署名発行した東西ドイツ統一条約の前提条件の一つであった。ポーランドはまたこの国境条約により1945年以来の国境問題を取り巻く曖昧さを終わらせることを求めた。ドイツは オーデルナイセセセイの旧ドイツ東部領土に対する要求を正式に放棄した。この条約は1991年6月17日のポーランドドイツ間で署名された全輪友好協力条約により補足された。ありがとうございます。